ワンポイントリードつきましたけど、そうですね、さあこれはもう泣いても笑っても最後のラウンドになります。マストシステム、この5ラウンド目ドローはありません。どちらかが決着をつけるために白黒はっきりさせなくてはならない。延長の2ラウンド目、武田か分川岡、はい、さあ武田か分川岡、延長2ラウンド目、トータル5ラウンド目、最後のラウンドに入りました。最初のコンタクト、左のジャブは武田、そしてローキック、インドーも入る、このローキックですね、左のフック、武田選手はどんどん良くなっていく感じがしますね。左のジャブ、うん、この左のジャブが延長に入ってから効いています。膝を飛ばしてきた、ドアカーを、そしてミドル、ラウンド武田が ダメージはないんですけどね、今のアスロットかけてもらっちゃいましたね。平然とした表情の中に武田もらってしまった。さあブラカーを攻めていく、捉えきません、武田が攻めていく、しかしブラカーが攻め返す、ロキックの、そしてパンチ一筋の男武田構造、勝負は結果ではない、自分にとっては内容なんです、その内容こそが全てなんですと武田浩三は言っています。これほどまでに内容にこだわる男武田浩三、この延長2ラウンド目ダウンを喫してしまいました。ちょっと動きが鈍くなりましたね、武田選手も、はい、これちょっと集中力もう一回止めて、武田はとにかく勝つためにはもうダウンを奪うしかありません。ポイントはもうすでにブラカオが、左利きだ、武田が崩れた、さあ食べるか、立ち上がった武田、しかしあと1回のダウンで武田は敗れてしまう。さあ2度倒れた武田、2度に倒れるわけにはいかない武田、でもね、逆に倒しに来るからチャンス出てくると思うんですが、膝が来る、アゴが上がった、残り50秒、男武田、ここで武田浩三を壮絶な倒すか倒さないかという試合、ローキックは効いてますよ、上川尾の左足も悲鳴を上げています、上げているはずです。しかし武田が2回のダウン、再び攻めてくる上川尾、もう一発逆転の武田渾身の右ストレートからローキック、アンドミラー、残り30秒、残り30秒を切った、さあ武田大逆転のパンチが出るか、当たってほしい、あの一発がそうですね、中入ってくる、まもなく残り10秒、奇跡のパンチは出るか、世界チャンピオン、人たち、残り5秒、残り5秒、倒すか倒されるか、それが男武田の一発、ここで最終秒、延長5ラウンド戦い抜きました、武田2回のダウンを喫しました。延長の2ラウンド目判定に入ります。2回のダウンを喫してしまった武田、このパンチにぐらつきました、この左のフック、バズ選手やっぱりブラカーのパンチ効くんですか。いや俺はもうあの時必死でも効くとか効かないとかそんなことはまるで覚えてないですね。蹴りの選手というイメージなんですけど、パンチも結構倒れることあるんですね。判定の結果をお伝えいたします。ジャッジ溝岡10対7、赤ブラカオ、ジャッジ小泉10対7、赤ブラカオ、ジャッジ友達10対7、チャンピオンブラカオ勝ち、武田は敗れましたが、しかし武田の試合を見せました。完全決着でね、判定は3対0、 K1 ワールドマックス現世界王者ブアカオの勝利。しかし最後まで武田もらしさを見せました。